よし、続きやっていこう。今回は珍しく旅の土管からスタートで、とりあえずまあ行ける場所は左側だけだよな。今回は天空スパーランドのおそらくあれだよな。こっちじゃないか。大切なものの方に入ってっか。こっちか。これスタンプカードを集めればなんかあるんだろうな。あ、早速目の前にお湯あるじゃん。清めの湯、効能切れ破れ。なるほど、紙に効くってことか。あ、オッケー。スペシャルな特典がありますよ。はい。え、あ、入んなきゃダメなのか。入んないと押させてくれないとかそういうことかな。この水、あったかいですわ。もしかしてお湯？ほっかほかですわね。温泉を知らない。これなんか体力回復、あ、なんだ？あ、やっぱするんだ。温泉ってまさかお湯に入ることだろう？んー、マリオさんは気持ちよさそうだけど、折り紙の私が入っても濡れて破れたりしないかな？ドキドキだけど入ってみます。服のまま入ってるけど。あれ？あー、え？あの冠的なやつなくなった。のぼせてない？大丈夫か？パラダイス、良いとこ、一度おいで。いい湯だわ。あー、こりゃこりゃ、ちょいな、ちょいとな、ちょいとな。とっても気持ちいいですわ。心と体が癒されるってこういうことだったのね。私、温泉ハマっちゃうかも。服着たまま入ってますけど。いいんでしょうか。この人何？あ、湯加減バッチリでしたね。あら、ペラペラの方もこんな雲の上まで来るなんて、みんな温泉が好きなんですね。え、なに？温泉入ったら、勝手にオリビア出てくるんだけど。なるほど、温泉に入んなきゃダメなのね。オッケーオッケー。ルール把握。お、伝説のハンマー、またか。伝説って、軽いな。あ、地図あんじゃん。ん？なんか見たことあるような、シルエットというか、背中が見えるな。うわぁ、雲が白い！空気薄い！まるで天空みたいですわ。あ、天空スパーランドってそういう意味か。緑のテープは、あら？うわぁ。もともとあったところになんかクッパ城かなんかが来たのか？あの怖いお顔みたいなの何かしら？どう考えても後から来た感じだな。もともとあったやつぶっ壊してる感じだもん。癒しのスパーランドにあんまり合ってないような気がしますけど。あれ？手前に出てきちゃった。あ、掃除のおじさんにちょっと聞いてみようかな。おじさーん！熊手持ってるもんな。マリオくん？マリオくんじゃありませんか。掃除のおじさんマリオさんと知り合い、お知り合いなの？かー、知り合いも何も。私はクッパ様の側近として、これまで何度もマリオくんと戦ってきた。え、カメックってマリオのことマリオくん付けで呼んでんの？伝説の魔法使いカメック様ですぞ。まあ、知ってたっちゃ知ってたね。私オリビアです。マリオさんと旅をしています。あ、これはどう思ってなる感じだな、これ。カメックさんは伝説になるほどお掃除が上手なんですね。すごーい。いやいや、それはその、いろいろと事情があってですな。ちょっと聞いてくれますか。まあまあ、聞きましょう。うん、ピーチ城から脱出したクッパ様は、私どもの待つクッパ城まで戻ってこられたのですが、あ、緑のテープ、クッパ城に巻きついてんのか。すでにその時、クッパ城も折り紙兵たちに乗っ取られており、クッパ様も囚われの身に。ほう。あ、捕まってたな、今。そこで私は緊急事態のために用意されている秘密のボタンを押そうとして、間違えたのか。間違って隣のエンジン停止ボタンを押してしまいました。クッパ城って何？この世界だと浮いてんのか。だから落ちたってことか。ここに。たまたま、スパーランドの上にいたのね。エンジンが止まったクッパ城は運悪く天空スパーランドに墜落してしまったのです。
まあまあまあ、迷惑な話であるな。おかげでこちらは大迷惑です。クッパ城が落ちてきたのはこともあろうか、宴会場ですよ。あ、宴会場だと思われてる？宴会場はたくさんのお客様が利用されるとても大事な施設なんです。あ、それで雑用させられてんのか。建物や厨房の修理でお皿やグラスも全部割れちゃったし、とにもかくにも、大損害です。クッパ軍団にはその分ここでしっかり働いて全額きっちり返してもらいますよ。悪の軍団も温泉には勝てなかったか。まあそういうわけです。そっか、あれってクッパさんのお城だったのね。緑のテープを取るにはあの怖いお顔の中に入らないといけないのか。ははあ、クッパ城に入られますか？くそれなら私がご案内いたしましょう。サボっていいのか？こちらです。さあ、どうぞどうぞ。あ、はーい。地図をまず調べたいな。お、なんだ？隠れてるな。エントランス、フロント。で、とりあえず今、清めの湯には入ったな。天使の湯と6番。神殿の湯には地続きっぽいな。隠れてる8番はなんだかわかんないけど。7番ジャングルの湯にはどうやって行くんだろう。まあ、とりあえず今行けないのかな。はい、はい、ついていきますよ。なんだこれ。ただの装飾か？キノピオ紛れてたりしそうだな。待って、なんか今。なんか見えるな、左下。虹色の何かが。どうやって行くんだ、あれ。ガボンも働いてんな。で、とりあえずクッパ城の方まで案内される感じか？先にちょっと行けるお湯回りたいところではあるけど。さあ、クッパ城に着きましたよ。どうぞお入りください。ただし、入れればですがね。くあ、そう。それはいいとして。あ、ダメなの？ダメなんか。しゃあね、入るか。どういうこと？入れればって。はい、何？誰？やば。なんだっけ、マリオワールドにいたよな、こんなやつ。そいつか。かー、やはりマリオくんでもダメでしたか。あの折り紙兵が雲の上で待ち構えていて、地上からは手が出せません。なるほど。私の空飛ぶ宝器も折り紙兵たちに取り上げられてしまいまして。それで宝器の代わりに熊手なのか。ああ、こんな時、雲の上まで飛んでいける仲間がいてくれたら。ん？あ、お父さん！ジュニア来たぞ。どこ行ってたんだろう、ジュニア。あれは、空飛ぶクラウンを自在に乗りこなすわんぱく盛りのクッパ様のご子息、クッパジュニア様。坊ちゃんなら雲の上などひとっ飛びです。いいところに来てくださいました。おっと、シザーズ来たけど。うわ、ペルソナ？待って待って待って。バラバラになったんだよな。坊ちゃーん！人を巡りか。てか、清めの湯で行けるんじゃないか？ああ、最高のタイミングで坊ちゃんが駆けつけてくれたのに。見せ場もなく一瞬でキレキレのバラバラになってしまった。あ、生きてる。ああ、バラバラになって何を言ってるのかわからない。こんな姿ではもう空を飛ぶなどできっこないですぞ。ねえ、カメックさん、ここの温泉とっても癒されますわよ。ジュニアさんの体も温泉に入れば治ったりしないかな。なるへそ、それです。確か入り口近くの清めの湯が髪のキレに効くはずですぞ。キレなのか。要はドロ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 。マリオくん、坊ちゃんのキレを直しに清めの湯へ行きましょう。きっとバラバラの体が元に戻ってまた飛べるようになりますぞ。なるほど。ワープしたな、今。効かなくて、なんだろう、堂々巡りする感じかな。
いろんなとこ回る感じなのかな。一発で聞いたらそれはそれでお話すぐ終わる感じでもあるけど、まあとりあえず清めの湯だわな。急げ急げ。ちょっと待てー、なんか占領されてるんだが。キー、なんですかこいつらは。温泉を一人3人じめたわ。すいません、私たち切れちゃった仲間を直したいんです。あなたたちもどこか切れちゃったの？ブルだな。切れてねえよ。あ、なに長州。うーん、切れてないのに怒ってます。長州だな。今の子にわかるかそのネタ。いやー、仲間がいると戦闘が少し楽になってありがたいね。お金回収してと。じっとしてればいいのかな。どう聞くのかな。ドロドロだな。ほらほら坊ちゃん、肩しっかり肩まで使って。どうですか坊ちゃん。よかったみたいだな。あー、なんか微妙な感じだけど大丈夫そうだな。おお、切れた体がつながりましたぞ。さすが清めの湯。でも汚ねえな。おい、カメック、アトーサが捕まったって聞いて飛んできたのに。どこにいたんだろ、お前。いきなりバラバラにされて、わけがわからないぞ。あ、なんだよ、マリオも一緒か？いつから仲間になったんだ？私、オリビアです。紙テープと温泉にはまり中の折り紙だな。坊ちゃん、折り紙兵が邪魔をしてクッパ城に入れないのです。そいつを倒すためには、空を飛べる坊ちゃんの力が必要なんですよ。わかった。それじゃあ早速そいつを倒しに行こう。なんか調子悪そうだな。やっぱ巡る感じだな、温泉を。あれ？おかしいな。飛べないぞ。そりゃそうです。繋がったところが折り目になってますよ。しかも落ちたショックでシワシワに、おまけに泥だらけ。そんな体じゃ力も入らず空を飛ぶなど到底無理ですぞ。俺もシワも、泥汚れても、全部温泉で癒したらいいじゃなーい。そしたらスタンプも集まって、とってもいい感じ。そうですな。幸いここにはたくさんの温泉があります。ささぼっちゃん、私がおんぶして差し上げますよ。おんぶって、ああ、くるってなるんだ。それならいいわな。それではぼっちゃんが元気になって、また空を飛べるように。俺、シワ、汚れを直す温泉巡りと参りましょうか。まあ、そうなると思ってたわ。あのクラウンのままおんぶすんのかと思ったら、ちゃんと、なんか背負いやすいように形状変わるんだな。さてと、あれ？カメックサボってるけどいいの？とりあえずそうだな。6番、と4番はまあ簡単にいけるか。6番いくか。お、ちゃんとカメック後ろに話しかけてるように動いてる。いや、みんな頑張ってんな。わあ、そこ折り紙兵いる。まああれはワンパンで、あんなとこに宝箱もある。ワンパンで倒せるからいいけど。ちょっとどけてカメック。うん、これはまあいっか。うわ、いるな。え、なんだこれ。こっちなんかある？お、行ってみるもんだな。お金か。なんかとりあえず甲羅があるな。ここの効能はなんだ？シワクシャクシャ。おー、神殿の湯、これいいね。ちょうどいいじゃん。ここはもういっぱい、どっか行け。スカスカだろ。ええー、全然いっぱいには見えないけど。マリオさん、端っこの方でいいから入っちゃいません？まあまあまあ、その前にだな。これ何？ずっこけー。あ、OK か、これ。うわぁ！これはいっぱいだ。さて、まあ、いい感じになんか、氷神様の、神の力が使えるな。これ見たことないから使おうぜ。
何すんだろう。バトルだと氷神様だけ唯一見てないかな。わお、全体を凍らせる、そして破壊するあれか。うわ、一発50でけえ。いやー、ウェーブバトルで神の力は楽でいいね。はい、ゲッチュ。まあちょっと待って、お金の回収をさせてくれや。はい、オッケー。じゃあ使ろうか。戦闘後で回復もあるな。よーし、シワなんて全部取ってやるぞ。肩まで浸かるって全身浸かんの？どうですか、坊ちゃん。うん。うん？うん。俺目が残ってるか、シワシワなくなったけど。じゃじゃーん、ただうん、シワが綺麗に取れて、パリッとしましたな。私は手の指がしわしになったけど、お風呂入りすぎかな。うん、入りすぎだな、君は。さてさて、まだまだ汚れと、俺と汚れが残っております。全部元通りに直さないと、空を飛べるようにはなりませんぞ。そうです、スタンプ、スタンプ。ちぃ、先は長いな。しょうがない、早く次の風呂に行くぞ。なんか、坊ちゃんの声聞き覚えあるなぁと思ったら、動物の森に、いるなぁ。あんな感じの高めの声のやつ。とりあえず地続きのあっち行っちゃうか。この辺もなんか売店みたいなのあるな。ハート。せい。おぉ。ああ、お客か。いらっしゃい。何売ってる？うわー、いや、買う。買えるから買う。10か。まあまあまあ。1万なら安いでしょ。強くなるためだからね。あ、そうか。アクセサリー、ないな。なんかこの裏いけそうじゃない？はい。おお。偶然にも。あ、お茶だ。お茶じゃないわ。カフェだ。おお。あ、マリオさん、いらっしゃいませ。ここは全員、そういうこと。あれ？そうだ。コーヒーちゃうの？天空スパーランド、自慢のコーヒー、あ、コーヒーなんだ。厳選コーヒー。で、今日の小話は、クッパ軍団って意外に働き者なんですね。渾身しました。まあまあ、なんだっけ、ホワイト企業なんじゃなかったっけ。カメックのほうきさばきもなかなか道に入ったもんですよ。ホワイト企業だったっけ？作品によってはブラックだったっけ？真面目で仕事も丁寧だし、あの働きっぷりならうちの番頭も任せられますね。いつもクッパ城の掃除をさせられたりして、まあおかげで私たちもこうしてのんびりできるし、まだしばらくいてもらいたいですね。あ、落とした。あ、いけない、こぼしちゃった。わあ。おお。いや、これは社畜だな。さすがクッパ軍団、掃除のプロ。みんな真面目なんだよな、クッパ軍団って実は。クッパがあれだだけで、実は部下全員有能だからな。よし、じゃあ行くか。こういう場所が何個かありそうだな、他にも。ここの店主はどこにいるんだろう。どうした？マリオさん、僕たち借金に追われてます。はあ。ああ、なんで？期間限定の特別価格でお譲りしようと思ったんですが、なんか今、坊ちゃん、ケチくせえとか言わなかった？まあ、後でちょっと待って、買うけど。ケチだな、買ってやれよわ、って言ってる。買う、買う、買う。お金どんどんなくなった。
天空小僧の足湯。あれ、天空小僧って名前なんだ。助かります。マリオさん、やっぱりいい人だ。お金吹っ飛んだ。まあ、なんか結構稼いでたしな。俺折り目か。天使の湯。あ、あれ待って、俺さっきスタンプ、あ、押した。押したわ。大丈夫、押した。なんかここ、出てないね。お、オッケー。ふざけんじゃねえよ。とりあえず、あっつい！お湯しか出てないって感じか？マリオ、火傷した？かっこ悪ー。ここから裏に行くのか。どうやって行くんだ、これ。おそらくこの近くに何かあるんだろうが、こっちか？ん？どっから行くんだ？奥か。この奥の切れ目のとこから行くのか？ここ。いたー。あいつが配管壊してたのか。よし。まあ、とりあえずそこ直せばいいんだよな。ちょっと思ったんだけど、俺アクセサリーで、これつけてるよな。これはあれか、他のには適用されないのか。これなんかシルバーからゴールドになったんだよな。適用されねえのか。あとなんか一個あるんだけど。まあいいや。埋めてと。これで水が出るか。で、いいように中和されたかな。こっから帰るんだね。あんな、あれ？あそこにいるのはアクセサリーだな。なんか背負ってるもんが、バックパック背負ってるもんな。よいしょっと。じゃ、オリビア大丈夫か？よーし、俺なんてすっきり直してやる。どうですか、坊ちゃん。オッケー、治った。どうだ、折れてなーい。おー、坊ちゃん、綺麗に折れ目が消えましたぞ。いやー、この温泉は本当に俺に効きますなー。さて、残るは汚れですな。坊ちゃん、空を飛べるようになるまであと少しの辛抱ですぞ。もうお風呂ばっかりで飽きてきたぞ。ちょっと待って、オリビアが大変なことに。さあ、早く次のところに連れて行け。かあ、どうしました、オリビアくん。マリオくん、オリビアくんの様子が変ですぞ。すぐに湯船から出しましょう。のぼせてるな、これ、確実に。オリビアくんの折れ目、いや、折り目が消えて折り紙がただの紙になりかけてる。へえ、これは大変、なんとかしないと。カメックできんの？ここの折り目はどうでしたかな？折り紙は難しいですな。折り紙にも効いちゃうんだ。だからこの中にいなかったのか。いやー、カメック結構うまく折れてるぞ。オリビアっぽくなってきた。どうでしょう。こんな感じだったと思いますが。まあ大丈夫なんじゃない？カメックさんありがとう。俺に聞く温泉に入りすぎたから折り紙は入りすぎたら折り紙は危険ですわ。まあなんとか大丈夫っぽいな。あ、でも折り直されたおかげでリフレッシュできたみたい。カメック様、この度は折り直していただき誠にありがとうございました。くぐぐ、これはまた随分と折り目正しくなられましたな。折り直されただけにか。じゃあもらってくか。一応ジャングルの湯ってのがあったな。あれはどうやって行くんだ。あ、これか、足湯って。あー、こいつらしばき回すとくか。あー、待てや。オッケー、背後から近づけばよかったのかな。お金ゲットー。ああ、こっちから行くのか？ちょっと待って。
これ壊せるな。あ、どうした？何してんの？サボってた？あー、はい。そういうこと。これなんだ？伝説。お土産。人がいない。あ、待って、いた。この上に行ければ。ここから？どうした？アイテム、アイテム、我が暮らし楽にならざり。もうちょっとごめん、ないんだ。おそらく、関係ないな、冒険には。ちょっと待って、ムシムシ。おい。土産屋か。じゃあこっちはどこにいんだ。あいつぶっ殺しとくか。何も出さないか。お金がね、あればコレクション全部買ってやるんだが。ここにも売ってんな。とりあえず今はスルーだな。ここから行くのか？いや、ここ違うな。さっきの場所になんか、パネルがあったからそれで行くのか。お金結構あるな。買わせるためか？入場券なんているの？何ここ？何の入場券がいるんだ？オエドランド。入湯券か。これダメ？あー、なるほど。ここ8番目の場所か。なんか得点が多分ここか。スタンプの得点。じゃあ今まだいいわ。あと1個で、スペシャルな景品が多分そういうことだもんね。とりあえず、これだ。ワクワク温泉アドベンチャーって書いてなかった？こっちはなんだ？ちょっと待ってよ。あー、なんかわかんねえな。行ってみよう。おお、お宝だ。あ、風呂桶。おらら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 ら。あ、1万超えたな。けどまだ買わない方がいいだろうな。スカスカになっちゃう、手持ちが。なんかいる。いた。うん、まあ頑張れ。伝説の方かな。ジャングルの湯、絵の道。なるほど。どういうこと？秘境の中にあるワイルドな温泉でございます。足元には十分にご注意ください。まあ、行ってみっか。ダンジョンチックになってんのか？橋が落ちてるけど。上の方にあんのか。マリオさん、あの木何の木？気になる木ですわー。とても大きな木ですけど、ジャングルの湯ってあの上にあるのかしら。なんか荒れてね。その橋が落ちてますけど。ガーン、どうしていつも橋ばかり壊れてるの？大きな木が気になるのにこれじゃ向こうに行けないですわ。おや、橋の向こうに道がありますぞ。どこかに行く道があるのかもしれませんな。そこになんかあるよな。どうやって行くんだ。これか。ここか。これか。見えねえ。見えないな。なんか逆に汚れそうじゃない？いやー、うっそうとしてる。ひゃー、木とか、あ、違った。草とか木とかで、いっぱいで、まるでジャングルみたいでさ。ジャングルを模してるんだわ。だからジャングルの湯なのでは？ここを抜ければ、橋の向こうに出られるかもしれませんな。ひえー、こりゃ敵もいるだろうな。木が邪魔。木というか草が邪魔だな。広い場所に出た。なんか来そう。ねえねえ、道が二つに分かれてますわよ。どっち行くの？
マリアさん、私こっちの道がいいと思います。なんとなく折り紙の勘です。キキキ、私はどちらだと思いますがね。さあどっち。なぜそれを迫る。とりあえず右。別に戻ってこれるでしょ。そちらですか。まあマリアさんもこっちって思ってくれたのはこっちなのかも。いやー、なんかおる。え、今ガサガサって何かしら。来なさい。なんかおるなー。あれ、もうゴール。本当にあれ、ゴールっぽくない。違った。危ねー。ひー、ごめんなさい。こっちの道外れでしたわ。もしかしたら折り紙の勘もはこの外れを感じたのかも。ものは言いよう。あれ、ハックンがまたいるな。あー、パズルがかなり難しくて全然攻撃力アップになんなかった。さて、まあカメック側に行くしかないわけだが、いやー、こっちはこっちで草が多いな。またか。また新しい分かれ道に出ましたな。くくく、ということはやはり先ほどの分かれ道は私の選んだ方で合っていたと。うん、さっきの勘はあれでしたけど、今度の勘は大丈夫。次こそこっちですわ。いや、多分カメックが合ってんだろうな。絶対カメックの方が合ってるわ、これ。あれ、合ってんのか？あー、落ちちゃった。穴があるの気づいたのにな。ほい。ん、合ってたんだ。わー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 お。合ってたけど、ダメになったね。キー、危なかった。押しつぶされるところでしたな。やれで、やはりこっちの位置は、クックック。あ、いや、やっぱり私の勘って当てにならないのかしら。ところで今はまたガサガサしませんでした？あ、そうか。だからこっちの道にピンと来たのかも。でも誰も怪我しなくてよかったです。合ってたっちゃ合ってたっぽいけどね。わわわわわわわ。全くもってパズルがよくわかんなくて魔法陣を使えなかったな。パズルなんか難しくね。またいるよ。なんもない。てい。うわお。いて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 。やめてやめてやめて。助けてー。内側からぶっ壊して出てきた。お、なんかある。おーっと、これはなんか、昔見たことあるな。ただ揃えるだけかな。キラブーツ。キラファイアフラワーか。これは魔法陣。残りもやっちゃおうか。フラーハンマー。これはそうじゃない？で、残りはお金かな？オッケー。で、これ何？わーい、お金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 。で、神乗って。ん？ん？あ、なんかあった。おう、ジュニアじゃん。それ僕か。キレもシワもな、汚れもなくてかっこいいな。ちゃんとコメントするんだ。そういうのあったの初めてだな。おっと、回復。で、とりあえずさっきの道まで来た。繋がってたのかな？
うん、反対側に来たね。どっち選んでも正解っちゃ正解だな。すい、あー失敗した。邪魔だカメック。なんだあれ、デクニー、どういうこと。あ、若返ってデクニーってこと。ここなんかデクと関係あんのかな。お、なにこれ、伝説のアイアンブーツ。伝説いろいろあるな。邪魔だ、潰しとこう。さて他はないか。なんだ、広い場所に出ましたが、はて道はここで終わりですかな。ちょいちょいちょい湧いて出たぞ。なんかどこに行くんだろう。うわめんどくさ、やめて。ちょめんどくせえな。どう行くんだろう。上に多分行きたいんだろうな。ここかつっても何もねえな。どいつかが魔法陣持ってそう。お前だなやっぱ。さてこれで吐き出すわな。あーやっぱそこか。とりあえず回収回収。お金めちゃくちゃ集まるな。もうここに来たぐらいまで戻りそうだもんな。はい、じゃあ神の手。お、なんかあんじゃん、ペラが。ふい。ここ飛んでけってこと？飛べ。なーんでだー。待ち構えてたかのように、お、かわした。いや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 、折り紙兵が蹂躙されてる。え、まだいいのか。あー戻ってったのか。なんですか今の恐ろしいやつ、恐ろしいやつ。かあ、あんなのに噛みつかれたら我々も一瞬で噛みっぺらですぞ。マリオくん、これは気を引き締めていかないとまずいですな。そんなこと言ってもな、俺にはどうしようもないしな。ライフ回復してー。ヘイハックンやめて。危ない、ギリギリ。ヒエ、セーブポイント。何、あーじゃあボス戦か。まあ短いだろうしまだやっていいかな。じゃあさっきのワンワンか。3つかー、またまた分かる道ですか。うーん、今度は3つか。これはさらに迷いますわね。おっと、真ん中ー。ああ、坊ちゃん、これは遊びではないんですぞ。私たちの運命を決めるこの大事な選択を遊び半分で決められません。じゃあ私の勘はこっちかなー。はあ。じゃあ残ったとこね。くー、やれやれ。私はこちらですかね。やれやれ、真ん中こっちかな。多分オリビアが正解かな。オリビアなんじゃないかなと思うんだけどね。いや、じゃあオリビアに行こう。なんかしょぼくれてる。マリオさんはまだ私の勘を信じてくれるんですよね。てか全選択肢全部オリビア選んでんな。さあ、何が待ち受ける。あれ抜けた、崖か。まあまあまあ、この程度だったら。ほらほら、カンナで当てにするからこうなるんですぞ。ヒエ、誰、来たー。え、ゲームオーバー、マジかよ。どこ最後にセーブされたの。え、
マジ？マジ？マジかー。ここまで戻されんの？わー、カメックの忠告聞いとけばよかったね。こっから先もう戻してたな。今回ここで終わって、次回、直前のセーブポイントまで進めとくんで、そっからやろう。今回ここまで。それではまた次回。さよなら、バイバイ。あれができない、グッバイ。